平成19年12月9日、阿蘇市一宮町の阿蘇神社で、大しめ縄の奉納が行われました。新春を迎える大しめ縄は、一宮町大しめ縄伝承会のベテランたちが、稲わらを叩いて柔らかくし、一本一本手で揉んで小さい縄を作り、それを合わせて作る大仕事。しめ縄の重さは、拝殿が110キロ、楼門が120キロあり、大しめ縄伝承会が作ったしめ縄は、阿蘇神社のほかに、国蔵神社、阿蘇市一宮町高梨の馬場八幡宮などにも寄贈しています。神事を終えると、全員で大しめ縄の取り付けに入ります。前さん移動線って感じですね。そうそう、ちょっと手前になる。大しめ縄は楼門と拝殿の2箇所に取り付け、最後の飾り付けをして、着々と新しい年を迎えるための準備が進められていきます。